ターまであるんやけど、これ聞こえてきた。手袋あるかい？手袋ないな。手袋取ってこなあかんか。よこしょ。これ便利だ。豆炭でもよう使う、使うたんやけど。これ、コメディでね、これね、サンキュッパ。6本ぐらい入れとこうか、そういう。うんだけよ、いつも使いようやつ。これね。まだ寒いけど。運命の力やね。今までやったらなんか新聞紙丸めて入れて、液体のねジェルみたいなやつも100均でこうできて、それでやったりしとったんやけど、まあかれこれ10年15年前、そうな、毎年夏休みやなんや言うたらね、火起こし係でしとったんやけど、こんな便利なんじゃなかった、すぐ火起きるもんね。感じ。これ手で持っとかんと確認できとんやったらこれでもええね。一生懸命持っとったけど危ないけどね。まあ目視してね、ちゃんと。これ便利よほんまに。これ豆炭や。これもね、残そうか。これも一応入れましょう。組んで取ってたついでに。え、これ舐めた、もう何個か残ったけど、これね、これもよう結構やつに立つけど、今から切るとこうか。何個ぐらいよ、5、6個ぐらい。何個かあるけど、炭焼きにして美味しいのはやっぱり炭火で魚焼いたり、イカ焼いたり、魚焼いたら結構美味しいね、これね。いい感じやわ。もうしばらく待って、これ便利これもあれ入れとったかな、楽天、楽天ルームにこれも入れとうから、気に入った人一回もこれも見てみてこれ開けたらな、ここ風、これ入れたらね、これ空気口ついと8000円ぐらいやったんかな、1万せえへんかったと思う。よいしょ、はい、こんな感じです。いや楽になったわ、ほんまに。今更ながら子供5人もでこれ食べよう思ったらえらいことやったんやけどね。ほらもう火上がってきた、こんななかったからな、カセットボンベでね。これで、も岩谷のやつってよう持つんやろか。3本200円とかいうのやっぱ早い。これ高いでしょ、1本でええねな人もね。ほんまにこれ便利。もうこんな昔からあったんやろか、これ昔から。気がつかへんかっただけやろうか。貧乏者やからこんな見てもときめかへんかっただけかもわからん。いらんいらん、酔ったのかもわからんな。今頃になってね、人の動画見、よそ様の動画見て、便利なあるんやな思って、ホームセンター行ったら売っとって、それでこうなんきっかけだから去年デビューしたんこれね。デビューそうそうそう、焼肉ちゃうわ、ステーキとかね、ずーっと焼き目つけるのに、これはええわほんまに。2000ほどこれやっぱね、知らん。もうこれバラしてねえな、こんな感じで。10分ぐらい経ったから、
気楽にできるようになったわ、話して寒い時でも。危ないね、使い方だけせえへん買ってさえ、うん、便利なものになった。豆たんも行こうってきたし、これだけでもいけるんちゃう、二人で食べるぐらいだったら。これ外回り熱ないんですよ、このなんていうの、土鍋じゃないわ、なんていうかな、これ土やからね、周りだからね。冬は暖取りたいんやけど、夏これ結構ええよ、バーベキューするの。普通そう、周り冷たいから、これ普通鉄板ですやんか、ホームセンターで買ったバーベキューのやつだからね。もう横から熱い熱風が上がってくるやけど、これは全然夏も暑くない、うん、暑いで今暑いっていうのは火の粉が飛んだそれだけ注意せなあかんわ。もう大丈夫かな、うん、もうええかな、うん、ちょっとこうくるくるくるっと、そう、そこ閉じて、くるっとくるっと反対、はい、こんな感じです。はい、いい音になって、みちみちみちよ、うん、これほらほら全然これ大丈夫、触ってもだからね。これはええんですよ、ここだけこう段取れるし、ね、うん、さあ行こうか。自然の暮らし、ピンポン広場、よっこいしょ、お座敷やいつものこれもうもうあらかじめ用意しとくわ、うん、で今からはもうそのあのマンと、これ、悪酔いするって有名やんか、キューパー言うたらね、最近。もうキッチンドリンカーの人も多いしね。だからね、割って、飲んだ方がええと思うよ。度数が高いやつは、大体ビールで 5、6% でしょ。これ、水で割って飲んで。ほんまに、体のために。うん、なんぼ、無香料やむちゃくちゃ言うてね。ということで、はい、いただきます。だって言うかこれ、さっき飲んどんやけど。うん、はい、いい感じでね、日が起こってきました。今日はね、何をするか言うたら、これ見せてこれ見て、これわぁ、お汁が布巾持ってとかなかった、ね、海産物の匂いがする、うん、ちょっとぐるっと待って、なんか美味しいもん買ってきたいな。半額これはほら、これはうちのんじゃないけど、これはえのきちゃうやん、まいたけまいたけやん、えのきなわけないやん。しいたけもね、しいたけ作ろう思って、しいたけの木も段取りしたんだけど、なかなかそういかへんから、うん、ほら服やかんとってよ、服やかんとかなかんな、よいしょ、やってもらおうかな、でじゃーん、サザね、イエー、それからなんかこう、あれすごいやん、半額シリーズです。焼くからええやんね、これ、うん、イワシ、マイワシって書いてあって、半額で125円で買ってきました。うん、これね、これイワシの頭もチンチンから言うてね、うん、あ、これええやん、これじゃーん、スーパーブー粗挽きホワイト、あれ映ってないやんこんな感じ、これも何、特売の 20% 引きで買ってきました。よいしょ、わあ、そんなばっかりやん、今日何焼くか、とりあえず全部食べれへんわ、2人でこれ半額、焼肉に、よいしょ、定価のもね、定価でもあるらしいです。これイカ短冊、イカ焼いたら美味しいね。イカ焼いたらね、めっちゃ近所に匂うからね、ここ近所がないからええんやけど、あ、これも定価、これも定価、はい、じゃーん、広告の品、オージービーフですけどね、うん、美味しそうやね、うん、これも焼いて食べます。じわじわ、あ、じわじわ言ってきた、これおう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 、ずっと思うよ、よいしょ、ちょっと、あ、これじわじわすごいわ、じわじわ言い過ぎじゃない、うん、でもこんなんもね、5つも買わんでも2つで済むようになった、うん、5人やったらね、5つ並べなあかんから、結構家族経費がかかるよかなその代わり
安い方になる。こんな大きいのじゃなくてちっちゃいのがいっぱい入ってるやつやん、取ってたから、うん、まだ花見てる。ここだいぶ治ったよ。それも乗せといて、うん、これもね、また食べた後金寿司でね、畑に入れるやつ、ミネラルたっぷりの、だから畑もごちそう。こういうバーベキュー言うて、子供らの時はいつしょったかな、夏休み、子供おらへんから、ね、うん、夏休みとか春はね、4月になったらこの辺って辰野でしょ、だから辰野公園ってあるんやけど、お花見ね、うん、お花見に行っておったわ。お花見に行ってもね、飲む家系やから子供ら飲まへんけど、うちは母親もその当時おったから、母親もね連れて行って一緒に一番飲んどった。飲んどんはええんやけど、デリカシーがないからね、もう飲んだら桜のこなしてヒートとかでゴロリンって寝転んでね、平気。そんな時代もあったな。、うん、一番飲んで一番寝とった。そう、わあこれええ感じ、うん、ジューッとジュワワーッとなって、これキュッキュッキュッてしてひっくり返さんで、ね、これひっくり返さんで、ね、こんな感じこのままでいけるの、いけると思うけど、うん、日本酒あってよかったな、日本酒こうジューッとしたらよかったな、そんなキュッキュッキュッてしよったらあかんか、コロコロ回すしかない。やこのお出汁がね、お出汁っていうか海のエキス、こっちの方が大きいから、いやいかまへん、大きいの食べたらいいな、朝食やから。このままあれか、焼き切った方がいいかな、うん、4月に花見で、あそうそう、夏休みになったらね、恒例の、海に行っちゃったよね、日本海のね、兵庫県は日本海はかすみとか竹野とかね、あとわー、鳥取砂丘とかいろいろ海の綺麗な、兵庫県って日本海と太平洋側、瀬戸内海側とね、上下どっちも同じ県じゃないですか、ほんで太平洋側の海ってどっちかっていったら汚い、ほんまにグレーの透明度のないね海やと思っとったみたい、うちの子供らはね、最初はそういう日本海とか連れてったことないから、それでね、まあ自分もそうやったんやけど、18の時にね、日本から連れてったろうって先輩が言うてくれてね、初めて運転免許取った人が連れてもうてね、日本から行ったらね、めちゃくちゃ綺麗でね、竹野海岸いうとこなんやけどね、国立公園になっとうかな、そこやったって竹野浜、海水浴場に、ほんのすぐあそこのね、竹野浜いうのはあれや、砂浜をね、白い砂浜に入れ替えとうから余計綺麗や、真っ白なんやね、クリーム色の砂に入れ替えとうから、だからもう1メーター50下のね、砂浜も目に見えるから、朝に帰りな戻ったらごっつ足つかへんなってことでね、ごっつい怖い経験したこともある、ごっつそれだけ綺麗いうことね、うん、できたからそんな言う間にまだ口気にしてほしい、この間うちからごっつい割れんように言ってね、もうほんまに犬や猫が食べるみたいにって食べよったけど、ずっとだいぶ治った、うん、だいぶ治ったけど、ええ感じやね、してみようか、うん、もうちょっとやからかね、これを持っとくから、感じてみようか、あ、よしよしよし、あ、ええ感じ、これがフライパンみたいな、とは、うん、こんだけでかいからな、うん、うわー、昨日はチーズやったけど、今日はこれ、うん、これがすっごいな、ちょっと逆に言ったら変なこと考えてまいそう、いや何もないけど、ほら後ろ置く、よっしゃな、どこまでの人、あ、そうそう、竹野海岸、うん、竹野海岸綺麗から、まあご存知のね方は、知っとっての人は用紙取ってやろうけど、まあそれは瀬戸内海で行ったことのないもんに言うたら綺麗ね、ああいうよその国にいたみたいでね、よその国に言うて海外ね。もうちょっと一回飲もうか、寒かったけど日差しが差してってぬくなってるんで、これほら剪定したりね、ガーデニングするときにこれ T
切り器用やつ、これがあのナイロンテトロンになっとって、ナイロンテトロンってちょっとでかなになっとって、これ木の葉っぱとかがね、ひっついてもさらーっとこうなるでしょ。で気に入ってこれずっとこうとん、来とんやけどね、外用なんですわこれね。でこっちの方やったらやっぱり引っかかるでしょ、木の枝とかそういうソゲがね、キュッと、あーもう行こう思うと行けへんみたいな、それで大抵これ着るようにしとんですわ。冬の防寒具と作業着ね、まあ油が飛んでもええし何がついてもええしみたいな、バター入れる、引いてこれもう持たれへんねんよすごいやんこれ、幸せやなこんな、まず下沈むんだね、これ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 上に、そうそうそう、これこれとろける、あーそうそう、こうちょっと火が強い、火が強いからもう結構予算バーッと炙ったからね、まあその竹の浜のいつもでしょ、これ昆布が入っとるからね、昆布って昆布とニンニクが入ったやつ、味をで茹でたわ、もう食べれるかな、うわーこれこれほら見える、もうこれええわな、こう見えて猫舌やからすぐ食べられへんのこう見えてってどう見えてよね、いただきます、いけるいける、うわーこれ美味しそう、これはよ、今日はね木も食べた、木もまだ食べてない、カメラさん持ってないから自分で歩いていこう、よいしょ、こんな感じです、じゃあちょっと映っとうかな、いやっとこちょっとボケとうかな、美味しいですよこれ、醤油、昆布醤油のね、美味しい、このほら緑のこのほら海藻が一緒に口に入ってきて、身が酒としてもね、これ3つぐらいですか、3つぐらいですか2個しかないよ、ほんまにこれは1個やったらならへんわ酒飲みの、美味しい、バターや、今日それでも1月の早10日過ぎて11やったからね、納豆けど今日はね東京の方はごつ雪でゴソゴソしとったみたいけど、こっちの方近畿地方は晴れとってね、で大抵突風なんですよこの時期ね、今日突風吹いてないしね、ええ感じ、太陽にしますよ、でも向こうの人は暗いんやけど大丈夫、あったこの間の天使の時もこんな感じでポカポカかいな思ってね、で外で撮ったんやけどあかんかった、急変、見えへんで、ぶーっと引っ張っとるけど、財布も、財布も、あ、でも天日で干しておつまみしたら美味しいね、ホク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 って言うてると、これ、わー醤油入っとん、入ってない、こんな感じ、鳥のさえずり聞きながらね、もうなんか食べとんですわ、カラスカラスは寂しいしなんか物悲しいけど、やっぱりちょっとずつあれやね、春になってったら小鳥のさえずりがよう聞こえるようになってきました、夜鳥の被害がすごいらしいね、ほんま、ニュースだった、ヒヨドリがね結構すごい、うちもねこっちが山際になったんやけどね、もうほんまにね、ブロッコリー自家栽培しとるんやけど、ブロッコリー葉っぱをつついてくれ、実は食べてないんやけど葉っぱをつついてくれとってね、ハゲハゲになってしまうとって、でその横にうんち落としてくれるから、もう見たらもうほんまに見苦しい、白い椅子もそうやけどね、今日もあるってね、
欲しそうにな、わざとかいみたいな感じ。これ英会もんやったな、うん、何個やった、見せたけど、バッと見せたけど、動画で残った人だけ見てくれとった人は分かったってかも。いやもうほんまに進むわ。もう一個これ、貝柱最高、普通のお出汁も最高やわ、あの何とも言えんねえ、あの緑の味好きやな、こういう味、うん、ちょっとお水、お水で割ってのまだ健康的じゃなくなってます。割り用意したらね、お出汁のこと言うても困るしね、いろんな消せばいい消せばいいけどおかしなこと言い出したら困るからね、そういうで男のあることミュートミュートミュート美味しい、うんうん、うん、これはね、また乾燥させて砕いてね、一回焼いとうからね、壊れやすいんですよ、これもね、うん、また干しておきます。バター良かった、ね、うん、バター良かった、うん、美味しいな、うん、もう一回やんの、うん、お汁もろとこめっちゃ良かった、もういいわこれ、あれやな、日本酒ずっと入れて飲んだら成果もかな、うん、うんうん、日本酒はね、飲まへんの、もうほんまに昔は日本酒好きで飲みよったんやけどね、あ、次の日残るでしょ、ウイスキーとか日本酒は、焼酎は残らへんけどね、そんなんまって飲まへんなってなんかまあ日本酒はお1日の時だけにね、ちょっといただく程度、うん、日本酒も飲みよったらキリがないんやけどね、味がごつい、いろいろあるでしょ、純米酒、純米吟醸酒、醸造酒、いろいろ、うん、だからね、お酒も高いんやけど、味しめたら飲んでまうのとポンポン出るの、ポンポン、うん、ビールと一緒で。どうした？プク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 。そうそう。その竹の浜海水浴場の話をってね、あんまり海が綺麗から日本海行ったことのないもんにしてね、竹のがそんなに綺麗と思わへんかってね、もうやみつきになって、それで毎年行くようになったんやね。毎年。うん、で子供を連れてね、7月下旬から8月のね、10日ぐらいまで。もう5日ぐらいまでかな。10日過ぎたらクラゲ出てくるから、もうクラゲに刺されるも嫌やしね。うん、そんなんもあって。え？そう。ん？ああ、乗せるの。はい、もう食べられるかな。うん、どこじゃ。ブクブクブクとなってるわ。これって何？3個口？え？3個口これ。うん。うん、これ熱っ。熱これクリクリっと熱い人生なんだな、うん。これはあれやわ。何？軍手、軍手いるわ。それでね、何を思ったっけ、あ、竹の名前毎年、7月のね、やっぱりクラゲおるんや、クラゲがおってね、綺麗なもん、クラゲがおる、うん、クラゲがおるかな、それまでに、8月の大体もう、もうお盆過ぎたらあかん、もう 10日ぐらいまで、うちの子もクラゲ刺されたってあるんやけどね、もう見えへんね、水が綺麗、海水が綺麗んやけど、透明でしょ、クラゲも。でピリンピリって当たってあれがちょっと赤に腫れるしね、もうそれだけクリアせなあかんみたいなね。でも水がきれいからって毎年ね、3人の子供連れて行くようにしてました。これこんな感じしてました。これもうちょっと乗せとあかんかっか、うん、うん、取れへん、刺さない、ほんまか、うちうちで僕うがったんだよね、うん、1個だけ取れたわ、うん、ここのグロテスクなやつがね、
子供は嫌いで食べてくれへんかったわ。これプルプルプルって見せたら、言うて。だからこれは大人の食べ物やな。どっちか言うたら。子供の好きな人見たことない。あとね、これと、ナマコ。ナマコも結構怖がってね、食べてくれへんかった。もう全部、どっちも酒のあてやけどね。あ、僕も入れるかも、これ。なんか置いとく。こんな感じ模様これ、はい、これも肥料します。あー、なんとなく混ぜる、なんとなくって粉なんとなく、うん、いくんがね、女の子3人やったから、もう予定合わせが難しいってね、女の子やから、お年頃になったらね、今までは何もなしにね、親が勝手に決めたら、土曜日、何日の8月上旬の土曜日か7月の下旬の土曜日かってどっちがええみたいな、系統で調査して決めよったんや。まあ決めんでも、もうその決めた日でよかったんやけど、年頃になってったらね、あることがあるでしょ、女の人にしか分からへんこと、ほんならそう、いやその日あかんわー言うてなって、もうかまへんやん海やから言うて、もうかまへんやん適当なこと言うとったんやけどね、そういうわけにいかんかったみたいでね、ほんならもうその週はあかんわ、ほんなら今度次があのあかんわ言うてなってもて、うん、行かれへんやんみたいな感じ、うん、もうそんなんで日程調整しながらね、行ってました。うん、だけどね、もう昔はね、結婚した時は砂浜でね、テント立ててね、しょったんやけど、子供はやっぱり3人もできてたら、やっぱり一つの屋根がいるでしょ。そんなら、海の家借りてね、海の家でね、飲食してね、まあそれも貢献、うん、地域の貢献。そんな時だけ、駐車場1000円なって、海の家で何千円か払えたな。あれ、安倍清んちゃん、もしかして。やっぱ色おかしい思いよったんやけど、なんかチラチラっとなんか、大丈夫また。もう、天気を急変で困るんや、いつも。毎日、広げたんもええけど。怪しいやろ。うん。大丈夫、開けてまうこれ。これ、家なんか持って入られへんからね、せっかく、火に残して。おぉ、これ、映ってんだよ。見せてあげて。あ、映った、映った。そうそうそう、見えてん。どこカメラ、カメラわからへん。ちょっと、ほら、ディルディローンって、ほら。ええで。ほんま、うん。ちょっとこっちが焦げよう、うん、これそっちだよ、うん、なんとかブーめったにハムなんかこれ買わへんの、こう加工商品はね、金粉まま買わへんだけど、今日はほらこうやってバーベキュー食べたら美味しいんだよ、でする時ぐらいかな、うん、昔は弁当で赤いほら腸詰めウインナーね、こんな赤い色した腸詰めウインナー、あれが弁当に必ず入っとってね、タコさんになっとったりね、キュ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 って、あんな弁当でも手の込んだ人する人昔からおったってね、タコさんにしとって、海苔で鉢巻き作ったりね、うん、だからまあキャラ弁になってから進化したけど、当時この年の人らにしたら普通にきっとだけやけどね、タコさんに納豆人作っとるんで羨ましかったわ、うん、うん、あ、スパイス効いとるなこれ、マジよ、うん、バジルが入ると香辛料が、それが効いたのかな、おいしい、いや1月で外でこんなんするかみたいな今日暖かい、ごっつい東京なんかやったら雪に慣れとってないからね、いろいろ困っとくやけど、あんなうちらもそうですよ、まあ、スノータイ持ってないからね、うん、向かう、うん、向かう、向かう、これ食べ、こっちでいいわ、まだ向いてない、一個開けとうからな、うん、食べといて、うん、あった感じ、うん、そう、海はね、絶対行っちゃったね、そういう意味で、まだ寒い場所、ほんまや、寒いのに今日暖かいからやと思う、どうしよう、
出てくるか。あ、これでもあれやな、メラミンのやつはこれはたこ焼き用だからこんなんだけだな、折れてまうかもな。よっ、ああ、ごっち光るよ。いや、あの金を取ってこなかったの、金を取ってこか。美味しい。美味しいやろ、このウインナーもね、たまに食べたら美味しいね。海に行くでしょ、だから花見、海、あと、あ、そう、あとはね、貧困の家庭の、年内行事っていうのは、あとは10月のね、祭りがあるんです。ここはね、あのお祭りが、嫁さんの方のお里がね、祭り、浜手の祭りで結構有名でね、奈良の喧嘩祭りとか言ってね、有名なんやけど、あれ、そっち後ろ置いと、何本飲むの、何本飲むで予算買うてきただけ。奈良の喧嘩祭り知っとですか。これもね、兵庫県、日本でも有名かもからね、奈良の喧嘩祭りで検索してもらったら出てくるんやけどね、そっちのね、まあ、隣でね、奈良の喧嘩祭りは結構有名で、まあ、それだけね、潮が荒いとこないね、漁師浜って言うたら海の生活しとる人やから、ね、だからこっちは辰野の田舎やからね、あんまりそこまでごつごつはないんやけどね、浜手の方行ったら、浜手言うたら海辺の浜の、際のことね、そのもうずーっとお祭りモード、もう10月になってお正月よりお祭りのために1年生きてますみたいなところに、そこのお祭りに10月になったら、参戦しに、行くいうのと、そんだけか、そんだけやな、もう花見と海と、まあ、まあ、なんて飲む飲むエリア、そやから言うてね、うちの子供がみんな飲みすぎになったわけでもないんやけどね、そんなに嫌になったんかわからない。よー、居酒屋に行ってましたわ、食べに行くって喫茶店行かんのね、居酒屋ビール5円セールみたいな、ビール何杯飲んでも5円セールみたいなところに連れて行ったのね、子供ら飲まへんのにね、すごいな、子供はウロン茶だったけど、とりあえずビール、まあ、飲むか検討だとうから、まあなんせ居酒屋メニューは結構知ってますよ、ちょっと一回休憩して、トイレ行って、ちょっとトイレに行きたいんやって、行ったらいいやん、そのまま、あかんか、ぼかし入れとこうか。何を思ったの、飲みす、あ、そうそう、居酒屋メニューはね、結構知っとうでしょ、だからね、うちの、見とく、うちの家の晩ご飯も居酒屋メニューは結構飲むから多かったんやけど、だから結婚する前になったらね、やっぱり子供らもそれを知っとうから、居酒屋メニューの献立をね結構作るんやけどね、やもう結婚しそうでしょ、どの子も誰も食べへんのって、どうやってどんな晩ご飯やったん言うてなんか聞いたらね、唐揚げとかエビフライとか、とんかつとかコロッケとか、それにまあキャベツと添え付けのね野菜があって、でお味噌汁があってご飯、そんだけ、まあ、ハンバーグとかね、なんかそこがごっつい違うんやないうことをね今更ながら思うんですよ。何が違うんか言うたら、ものすごい量やったよね、どっちも夫婦二人とも飲むから、なんかこういうまあ小皿がもう一人にもう5、6品種あって、でそれでなんかこう煮付けがあって煮物があってでサラダがあって、でまああんまりお知らせへんかったんやけどね、ちょこっとそういうのがあってみたいな、なんかお酒のあてになる、あとごま豆腐があっても見たりみたいな、だからまあ子供らに洗い物させとったんやけど、まあ洗い物の多かったことでも今子供らに聞いたら何食べよう言ったら、もうほんまに定食みたいな感じ、お味噌汁とご飯とちょっとした大きいお皿にキャベツの千切りとハンバーグとか唐揚げとかね、そんなんだけでも終わってまうんや、言うてそんな感じ。いや一応ね、旦那さんも飲むは飲むやね、でもまあそこまでこうやってないみたいな感じ、ね、だからまあそんな
予防さんの居酒屋メニューであの食べてきたいなと思ってね、今更ながらの思うんですわ。だから子供らもそれに慣れとうから、もういろんなあんかけのハンバーグになんかあのホイール焼き、魚のホイール焼きってしたり、ロールキャベツしたりとかってやってみるんやけど、それ何っていう感じ、食べてくれへんって言ってましたわ。もうあのそこまでして、そうあんかけ嫌いやんとか、ロールキャベツ出したらキャベツあのこう広げてもでね、中のミンチのとこだけ食べて、でそれロールキャベツってそれ、ま、そのまま食べるんやでって、そうなみたいな。だからまあ家庭環境は違ったらそんなもんだよね。うん、ほんまもう、あ、これ二階屋くん二階屋やったらこっち、ここにここあの道挟んで川挟んどうからね、あまり匂わへんから何でもこなしてできるねんけど、でも匂いが飛んだらまた人が寄ってくるかもね。警察はダメだなんで匂いがうるさいでつる言ってちょっと恨みよなそう、そんなこともあったわ。まあでもね、今ゴミ燃やしたらあかんようになったね。あの昔はあの農家の人を言うたら、菜園で出た枯れ草とか、いろんなものをこう焚き火で、燃やしてしょうけど、今それしたら、新興住宅増えとうでしょ。だから、まあ、洗濯物に匂いがつくとかなんとか言うて、やっぱり時代が変わってね、それも警察に通報されて、ちょくちょく農家の人もあるらしい。今、そんな話が今増えとうからね。だからもう野焼きはね、もう全然今からもダメやから、バーベキューするためにね、火起こすのは、なんか OK らしい。バーっと焼いて。まあ、金本のとこはそれ、せえへんからね。全部自然に返す木やから、やかんと、堆肥場作ってね、腐食させて。で、それを土に戻していくというだけのことやから、まあ、そこは全然違うやん。うん。ちょっとまあ、怒りも持ってます。ということで、ちょっと、金本もトイレ行ってくるんで、ちょっとだけ、今から、少々お待ちください。むしょちゃんとしとうかね、足。大丈夫やから。もうイカもイカすで炭火になってたから今から魚入れようか。うん、いい感じやな。うん、ほい、全部食べられへん、全部食べられへんわ。もう結構もうハムも美味しかったし、炭で焼いたら美味しいよ。うん、これは畑のご褒美鮎やったらええけどって、なんかイワシってこっち見下げられてもたやんか。イワシも美味しいで。鮎は両手で出てくるけど、そらそうや、そらそうや、うん、魚は魚。うん、今口の中イカが入っと、うん、もぐもぐ、美味しそう。そう、鮎やと思ってたわけ。うん、魚、この下の冷え感じやね。うん、魚、これ今ちょっと食えたんやけど、食えたって足したっていうことね、炭を肉焼くために。ちょっと今魚に表面だけ炙り焼きするためにしとんやけど、これもあれやんね、炭火で焼いて美味しいね。うん、ほんまにイカ食べて魚食べて、これねイワシのアユと思って食べて言うけどね、そんなこと思わんだって、ほんま美味しいで。普通のグリルで焼いたんと違って炭言うたらすごいねこれ。うん、内臓まで、うん、美味しい食べられる。内臓って案外臭いでしょ。うん、でもね、ほんまに汚いな。うん、炭火好きな人は嫉妬はいって思ってるかもわからんけどね。もうキンポンもキャンパーちゃうからキャンプもあんまりせえへんけどね、バーベキューでこの人した時にね、この骨まで美味しいいうことを知っとんですわ。この苦いとこまで香ばしく美味しくなる感じね。うん、おいしい。うん、じゃーん、今から肉なん最後ほんま若い子やったらな、最初にそれ肉食いたいって言うんやけど、もうこんなおっさんになって、ほらこれ見てん、これ柄、これ川にね入れたらね、金本広場ってね、川にナマズがおってね、喜んで川の下にね待機しとんやんね。でダーッて、でっか何センチぐらい、50センチぐらいだと3匹おる、3匹ぐらいおるね。ダーッと出てきてね、パクン言うて、フルーってね、それ動画また撮れたら、うん、撮ったら見てね。うん、だからね、これ、まっとうね、生き物もおるんよ、生態系やね。うん、塩コショウ。うん、変なの、ゴミは捨ててないね。そう、ゴミは捨ててないよ。でもね、生態、これもね、残飯じゃなくてね、今から、はい、川に捨てますっていうか、投げ入れます。ほんならね、落ちてくるとこ知っとんか知らんけどね、もうよう喋るな、もう飲んだら。ほら、わー、すごい。めったに食べさせてもらえへんお肉ね。うん、
しゅう。買わしてもらえへん、降りてね。そりゃそうや、食べさせてもらえお肉じゃなくって買わしてもらえお肉。みんなどう思います、皆さん、どっちが正解。そうやんね、せっかくお肉やからもうあの取っとくわ、うん、ゆるび系強火みたいな系統でちょうどええ感じになってるんやな、これってな、うん、ステーキっていつから食べに行ってないやろ、もうほんまに肉食卒業って言うたところで、やっぱりこういうの見たらやっぱり心がテンション上がるっていうのはやっぱり人間やね、うん、ちゅう言うてね。いやーそらええわ、これ炭火でねステーキ屋さんでこなしてね、してもって食べに行った時もある、若い時はホテルの、そうホテルのね、ブワーッとなんかワインみたいなあの振りかけてね、白いコックさんが鉄板の前で、あれ行ったことあるな、どっかのホテル、まだ結婚した時ぐらいの時に食べに行ったな、ブワーッ20何年、そうなんかワインみたいなのかけてブワーッと火が出、あれアトラクションやんね、あれって、うん、ジェシーはもうあれわーとかって言いながらキュッキュッて切ってポーンと置いてもうて、ごっついあれで1万5000円とかって一人取られてね、美味しかったねとかって酔ったな。まだ口が痛いからもう治るまでちょっとかぶりつかんとちょくちょく切ってもらいます。もうホテルじゃないけどね、うん、畳ごたシートの上でちょっと切ってもらってます。ああこれやったら美味しそうかも、うん、いいね。外で食べるぐらいなんか美味しいことってないね。室内、そうそう、室内は室内の良さもあるんやけど、外の醍醐味って結構ええと思うわ。もう今日これ買い物に行ってきて、早速こうやってね肉食じゃないんやけど、たまにこうやってお肉料理っていいね。人間やね、やっぱり人間やわ、うん、ありがとうございます。切りにくそう、台所じゃないから。汗多そう。ちょっと見てこれ。でもまあこれがね家のもんやから、もうまあよしとしましょうよね、うん、ええやええや、そうええやええや、いやー美味しそう、ほんまにもうこういう毎日でね結構楽しいです。うわー、塩コショウどう。あ、塩コショウしてある、うん、した、うん、おいしい、うん、5時になった赤トンボの音楽が流れます。ハム置く？え？ハム？もうこれ5時やのに、うん、5時やのにって飲んどうやな。そうや、飲んどうで、美味しそう、ほんまに、まあ、幸せですよ、うん、ほんまにね。いうことでね、結構ね、1月の、まだ十何日かやけどね、ポカポカしとう日って、結構外でもいけるもんやね。これね、暖を取りながら。はい。これ。ここって何？あ、焼きのタレ。うん。うん。美味しい。ということでね。うん。え？隠すわ、ほんま。打つとあかんか？あーもうこれ何本開けよう、もう最後でもね、あんまり悪酔いしてないでしょ。悪酔いせえへんのがね、ジャボジャボ。お水、うん、お水とね、割ってね、そうやってもね、9割やけど、9割ちゃうわ、 9% や、割ってね、うん、飲んどうからまともなんですよ。もうほんまにヘベレケになってもたらね、もう人間 見失うでしょ。それだけはやめようね、うん。キンポもね、ヘベレケになったことはあるよ、ほんまに。あんまり飲みすぎたらね、もう自分のことわからんなって思って、うん、だからね、そこまでになってもたら、もう人間として違う人に見られたら失格やからね、それだけはならんようにせなあかんなってね、思ってね、わきまえて、本数は多くなっても限度となる生活をしたいなと思ってます。ということでね、また今日も変な動画でね、楽しんでいただけたらよかったんやけどね、もう
面白い動画になったらええかなと思いながら今日も撮らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。